こんにちは、トレンタデーのさやこです。今日も皆さんに動画でお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、さあ今日はどんなお話でしょうか。はい、この間、はい、マネジメントというかちょっとまあビジネス寄りのお話して、はい、結構反響があったんですよね。はい、いや勉強になりました。ありがとうございます。はい、なんかうちのお客さんも見てくださってて、ほう、なんかそこからすごいいろいろさらにお悩みを聞けたりとかしていて、はい、でやっぱ皆さん本当にマネジメントに悩まれてる。いやこれは悩みますよ。悩んでますか。やっぱり悩んでます。悩んでますね。はい、経営者の悩み、うんうん、トップ3の中に絶対マネジメント入ってきますね。そうですよね。はい、あの人の悩みっていうところはすごい皆さん抱えてらっしゃると思うんですけど、はい、お話ししてて思うのが、はい、そもそも、うん、あのマネジメント以前にリクルーティング間違っちゃってたりとか、そこからもう問題があるっていうことが多くて、うんうん、っていうのもまずそのリクルーティングって人材が本当に必要で数が必要でっていう感じだったの、価値観だったりとか方向性ってね、あの無視しちゃってもいい場合もありますけど、例えば工場とか、工場に、まあそうですね、まあそういう人手がたくさんいるところとか、でそうじゃなくて少数精鋭でやりたいっていう風にやられるのであれば、思いだとか価値観とか方向性がある程度根底の部分が同じじゃないとそもそも難しいと思うんですよね。でも例えばその一番初め、ね、面接とかで来てくださってお話ししてみて、はいはい、うちはこういう風な思いでやってますとか方向性とかお話しして、はいはい、ね、あ私もそうですみたいな感じで共感してもらって、なりますね、入ったとしても、はい、途中で変わっちゃうことだってあるし、もうそれにあの面接で合わせに来ますからね。そうそう、だって取ってほしいから来るわけであって、で実際入ってみたけど、はい、なんかそこについていけませんとか、はいはい、そういうので辞めてく方とかも、うん、まあまあ多々いるじゃないですか。はいはい、でそうなった時の話を今日ちょっとしたくて、なんかさっきの話、価値観の話でいくと本当そうだなと思ってて、本当ワンピースの話でいくと、海賊王に俺はなるって言ってる船長に別にならなくてもいいんだけどなってやつがついてくと、それはしんどいよって話ですよね。そのなんかもう距離どんどん空いてっちゃって、はい、空きますね。もうちょっとやめますっていう感じに、はい、なりますよね。なっちゃうとやっぱりそれまで費やした時間だったりとか、うん、はい、まあ、その人にかけたその思いだったりっていうのがやめられることによって無駄になっちゃったりしますよね。はい、うん、なのでそうならないためのっていうところなんだけ ど、でもまあそのリクルーティングちょっと間違っちゃって、はい、ちょっとその距離が空いちゃった状態をどう埋めたらいいかっていうお話で、そもそもその相手をコントロールすることって不可能なんだけど、そこをコントロールしようとするからうまくいかなくって、さらにその人との距離が空いて、うん、やめてしまうっていうことになってしまうので、うんうんうん、その相手をまずコントロールしようとかコントロールできるっていう考えをちょっとやめた方がいい。でもですよ、うん、まあ、自分が営業やってきて成果出してましたとか、経営してきて、うん、この経験のもと、うんうん、これ合ってるってなって、うんうん、その人がその通りにやってなかったら、うん、いやコントロールしたくなりますけどね。いやムカつくよね。ムカつく。なんで聞いてくれないの、はい、とかってなるし、めちゃくちゃ思いますね。ね、なんだこいつって、怒ることが僕はなんか教育というか、うん、なんか愛みたいなことを感じることはありますね。まあまあでもそれは自分がそう思ってしてるけど、うん、相手がそう思わなかったらただの脅威でしかない、ただなんかやらされてるとか言われてるとかコントロールしようとしてるなんて思うと人って絶対反発するじゃないですか。あ、部活の時そうだったわ。そうだって自分も絶対そうやってコントロールしようという人が、はい、上司とかにいたら聞きたくなくないですか。うん、はい、うん、いかに自分の考えが正解かという情報を多分僕集め出しますね。いやそうそうそう、みんな自分が自分が正しいって思ってるし自分が正解って思ってるけど、あ、なるほど。でもそうじゃないことの方がいっぱいあるから、うん、そこはやっぱりなんか相手とその歩み寄る努力をしないと。歩み寄る、うん、やだな。
そう、歩み寄るって どういうことなんですか。許してあげるとか、そういうことですか。許すとかじゃなくて、好きにさせるとかじゃなくて、その子を外圧的にコントロールしようとするんじゃなくて、仕組みを作って、その中でやってもらうっていう、その仕組みをコントロールするっていうことをすれば、なるほどなるほど、あ、こういうルールなんでやってくださいね。そう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 、うちの会社はこういうルールでこういうふうにやってるっていうルールを作ってしまって、そのルールをコントロールしたりとか仕組みをコントロールすれば、それはその人を外圧的にコントロールするわけじゃないので。あ、なるほど。例えば、ね、その人を批判したりとか、まあ、怒っちゃったり責めたりとか、ガミガミ言ったりとか、そういう外圧的にコントロールするんじゃなくって、仕組みを作ってやってもらうっていう、それがなんか会社というか。確かに、あのこういうやり方なんでって言われたら、なんか従うしかないというか、その仕組みに対して嫌だなって思うかもしれないけど、その上司に対してムカつきはしないですよね。まあ、でもこれ言ってるのは、そういう方向性とかが、まあ、あの違っちゃってるっていう人に対してなんだけど、ね、リクルーティングがうまくいってて、そういう悩みがないのであれば、ある程度自由にできる関係の中でやってもらうっていうのが一番いいんだけ ど、そういうのができない人に関しては、そういう仕組みっていうのが、まあ、ある程度必要なのかなっていうのは思います。いやでも本当、この前 TikTok で見ましたけど、今出世したいって思う人が3割で、出世したくないって人が7割なんですって。そういう人そもそも雇いたくないですね。そうだから、その3割を雇っていかないと、っていうところなので、やっぱりリクルーティングが本当に重要。だから、まあ、マネジメントの前のリクルーティングですね。そう、はい、というわけで、今日はちょっとマネジメントというか、勉強になりました、お話をね、していきました。皆さんね、悩まれてると思うので、何か参考になることが。ちょっとこういう話続けていきましょうよ。そうですね、ちょっとこういう話ね、たまにはしていきたいと思います。個人的に勉強になります、僕が。よかったですそれならばよかったです。というわけで、今日は、マネジメントのお話をお届けしていきました。チャンネル登録といいねもぜひぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。いつもありがとうございます。